リの警戒に当たってください。アムロ少尉、小隊長、本当にお疲れ様でした。スレッカー注意の仇取れましたね。ありがとう、未来さんにも伝えないと。ユノ姉さん、ブレイクアウトしよう。これでチェンバラ作戦終了だからね。うん、終わった。帰ったらご飯あるかな。モビルアーマーから現れた影、何だったのかしら。なんか見ているだけで体の力が抜けるような。私たち AI では感知できない人の体を通して出る力か。それに関係あるかどうかはわからないけど、彼のニュータイプとしての能力はこれからさらに覚醒していくんだよ。最後の奇跡に向かってね。まあ二人ともいろいろと思うところもあるだろうけど、これで翌日にはソロモンは陥落する。歴史は正しく流れていくことになるよ。ただ気になるのがポストディザスターの時代のデータだね。オルガ助けた、鉄火団助けた。ただガンダムフレームはどこにもいなかった。このディレクトリ、ガンダムフレームのデータが存在しないっぽいんだよね。これでこのディレクトリの修復はほぼ完了。なんだけどポストディザスターの時代がやっぱり修正のしようがないね。三日月、秋広、バクギリス、このディレクトリ内に確認できない。ハロ君の言う通り、ピースがないパズルは完成のさせようがないんだよ。まさか階層をまたいで他のディレクトリに。可能性は実は高いんだよ。次のディレクトリにつながる抜け道も見つかったし。そんなあっさり？罠なんじゃないの？セキュリティホール、セキュリティホール。ハッカーを捕まえるための常套手段ではあるけど、もしあいつならそんな回りくどいことする？確かに前回みたいに直接仕掛けてくるはずよね。ならさっさと次のディレクトリに行きましょう。それなんだけど、アクセス時点で弾かれちゃうんだよ。管理システムからの返答もないし、異常なブレイクミッションに接続した影響かも。プログラムで何でもできるって思ってない？まあ勘違いされやすくはあるよね。ちょっと私が防壁破りプログラムを組んでみる。ハロー、キーボードを接続するからね。ユノ、接続 OK。 ユノ、いくらユノ姉さんとはいえそこらのスパゲッティコードじゃないんだから。確かに姉さんは以前フラグメントキーの小さなバグをその場で修正してるけど、でも今回はメインシステムへのアクセス、システム側の助けがなきゃさすがに無理があるよね。このコードのパターン AI が組んだにしてはムラが多すぎる。
ユノ、何かわかったか、ユノ。やっぱりこのセキュリティホール、うまく偽装してある。さてと、あとは仕上げをゴロジロっと。え、もうできたの？何よ、不都合があるの？この前バグったフラグメントキーの修正はしたし、空いた時間でコード解析はやってたのよ。スーパーハッカーいた？ただのプログラマーよ。そんな怪しげなのと一緒にしないで。ユノ、次のディレクトリー移動可能。パスコード入力やりたかったな。また今度にしなさい。さて、これで次に進めるとして、ハーメスが言っていた未来を見据えろのシーンは分からずじまい。未来が続くとして、ジオンのルビコン作戦、連邦の湯野姉さん、無事に次のディレクトリに転送成功だよ。まあざっとこんなものね。湯野すごい、湯野最強プログラマー。エマージェンシーコール、まさか私ともあろうものがバグを。湯野違う、湯野、正体不明の人格プログラム侵入、正体不明。人格プログラムって要するに侵入者ってこと？追跡不能、追跡不能、どこにいるかわからない。さくら、施設内をスキャンする機能は他にないの？こうなったら最終手段、手分けして探そう。私はハンガーの方を見てくるね。最終手段人力なの？私のプログラムの穴を突かれたのかしら。ハロ、アラートは切って。了解。ハロ、どこ探す？ユノ、あなたはここで待機よ。私と小隊長は電算室の方に行くから、何かあったらすぐに連絡するようにね。先輩よろしく。ハロ、わかった。ハロ、よろしくされた。こっちの方で一瞬だけ不良セクタの反応があったんだけど、それ以降はスキャンに引っかからない。もしかして引っかかったのは私？そういうことになるな。 SACRA/1351420。 桜スラッシュ、覚えなさいっての、この陰湿赤メガネ。ならば俺の名もそんな別称ではなく、しっかり記録してほしいものだが。そんな無駄な記憶領域はないからね。やはり制御コードでもあるプログラムファイル名を認識していない。書き換えたというのは本当のようだな。そんなことより、いろいろと話してもらうよ。ユノ姉さんのプログラムは解析済み。セキュリティの穴を塞いだから逃げられないよ。さすが、奴が直々に用意した AI、優秀だな。だが、君ではレディ・ユノのプログラムを完全には解析できない。君が AI である限りだ。だから奴は俺を、そして、今はレディ・ユノを選んだのだ。私にハッキング？君が、くらっ！ハロ、先輩、ユノ姉さんに知らせて、侵入者が。君に知られずに彼女と話すために、彼女と、そして彼に託すために、俺はここまで来た。さあ立ちたまえ、ブリッジへ案内してもらおう。 SAC、 いや、桜スラッシュ。了解いたしました、マスターハーメス。ハロ、侵入者が見つかったって本当なの？それに桜ヤバいってどういうこと？ユノ、桜おかしくなった。いい赤メガネ連れてきた。ユノ、流行らせようとするのはやめたまえ。ジェントルクリムゾンメガネなどはいかがかな？ハーメス・マーキュリー、侵入者はあなただったのね。じゃあ、サクラがおかしくなったっていうのは。
特に問題はございません。いかがされましたか、ユノアスタルト特務総長。私は全くもって全然大丈夫ですが。少しも大丈夫じゃなさそう。ハーメス、サクラに何をしたの。今は俺が作った人格データで稼働している。彼女はモニターされているのでね。そのままではいささか都合が悪いのだよ。モニターって誰に。それは言えん。 G ユニバースに張り巡らされた監視プログラムに引っかかってしまう。そんなものが。今までいろいろ好き勝手喋ってきたけど。先行型プログラムであるイリオンステーブルは検索予期用の防壁プログラムで保護されています。だがそれも二度にわたるガベージスペースでの解析により無効化されつつある。現に俺はこうして侵入しているしな。バックドア、隠された通信接続経路。ハーメス、ずるい。ハーメス、お静かにしてください。球体、それでは半分しか正解しておりません。その通りだ。バックドアなど仕掛けるまでもない。このイリオンステーブルは俺も以前に使っていたのだから。やっぱりあなたが私たち以前にここに来た。時間がない。語れることも多くはない。だが可能な限り伝えておかねばならない。手遅れになる前に。ユノアスタルト特務総長。いいわ、聞かせてもらいましょう。ハーメス・マーキュリー、どうして私たちがこの G ユニバースに引き込まれたのか。まず私がプログラマーだからよね。そして小隊長君、君も重要なポジションにいる。敏腕プログラマーと対応なす凄腕のパイロットとして。私たちの歴史に関わるブレイク現象が多いのは確かね。まず大前提の話をしようか。この G ユニバースの成り立ちを。それは最初にサクラから聞いてるけど、わざわざ繰り返さなくても。マスターハーメスの気障りがたいお話を聞かねというならば許しはしません。電気を流しますがよろしいですか。あなたそんな機能あったの。よろしいわけないでしょ。ハーメス、いいから話せ。ハーメス。 G ユニバースはガンダムの歴史の記録。それはすなわち人類の闘争の歴史そのものと言っていいだろう。ここではその記録を繰り返しシミュレートし結果を観測し続けている。意図的にイレギュラー要素を入れ結果を変える実験もしていたようだが。それがブレイク現象ってこと。そもそも誰が何のためにそんなものを作ったの。この世界がいつ誰によって作られたか調べてはみたが確認できなかった。この世界ってデータベースなんでしょ。どうして基盤となるものが見つからないのよ。このシステムが作られたのは遠い遠い昔のことのようだ。途方もない回数の更新を続けるうちオリジナルともいえる初期データは消失、もしくは別のものに書き換わってしまった。現在は全て管理システムの AI によって自動管理が行われています。やっぱりヤツというのは管理システムのことで間違いなさそうね。ブレイク修正そのものが計画ってやつなの。そのものではないはずだ。ブレイク修正を行うことが結果的に計画の成就につながるのは間違いない。マスターハーメス、それ以上は管理システムによる定期スキャンの際に検索ワードチェックに引っかかります。さっきから情報が曖昧だったり記憶がないみたいな話をしてるけど、それは何。プロテクトがかけられているとも言ってたけど。これは失礼をした。俺の意識は基本的に奴の支配下にある。今はその隙をついて行動しているに過ぎないのだよ。管理され何かをやらされてる。私たちがやってる修正は
もともとあなたのものだった？それはイエスだ。俺の人格は強制され、当時の記憶は消去やプロテクトがかけられたりしているがね。私たちもいずれ同じ目に遭うってこと？それはノーだろう。君たちがブレイク修正を続ける限り、奴は君たちの行動を黙認するはずだ。あなたがやっている様々な歴史のガンダムやモビルアーマーのデータを収集している理由は？残念ながら目的についてはプロテクトがかけられている。訳も分からず仕事させられる、こっちの身にもなってほしいというものです。もっともだが、推測することは可能だ。小隊長君、君ならどう考えるかね。なるほど。優れた部分を集めたモビルスーツの開発、確かにロマンは感じるが、それで何をするかってところが問題ね。なかなか興味深い考察だが、今はデータが足りん。俺はそれを伝えに来た。ここまで長々と話してきましたが、かいつまめは一行で済む内容をよくここまで引っ張れたものだと感銘を受けています。そういうな。断片化された記憶を伝えるだけでも意味はある。人間は推理できる生き物なのだから。この G ユニバースで何かが行われている、それを知る鍵はやはりブレイク修正ということよね。そうだ。君たちには未来を、ガンダムの歴史を見据えて行動してほしいのだ。歴史の中で何が生まれるのかを受け入れろ。君たち自身がイレギュラーにならないために。私たちが現実の世界に戻るためには、どの道管理システムのある階層に行くしかない。いいわ、あなたの口車に乗ってあげる。その代わり嘘はなしよ。ハーメス・マーキュリーの名にかけて、レディ・ユノ・アスタルト。ハーメス、ブレイクミッションなんだ？このディレクトリのミッション教えろ。いいだろう。このディレクトリに前の階層からのデータが混入しているのは確かだ。ポストディザスターの時代、モビルアーマーとそれに関わる鉄火弾よね。あの戦いのブレイク現象は修正できておりません。トゥルーミッションが発生しませんでした。ディレクトリごとに関連付けられているデータが階層をまたぐことは本来はありえない。おそらく何かある。それを確かめつつ歴史は正していくという認識でいいのね。鉄火団の少年たち、そして後にマクギリス・ファリド事件と呼ばれる戦いの中心にいた男をサルベージする。そのために修正しなければならないブレイクミッションは3つある。宇宙世紀から2つ、コズミックイラが1つ。心してお聞きいただくのがよかろう。まとめると、宇宙世紀0079、一年戦争の末期、星1号作戦、宇宙要塞アバオアクー。宇宙世紀0087、一年戦争の終戦協定から7年、地球連邦軍の特殊部隊ティターンズの拠点、地球のキリマンジャロ基地。そしてコズミックイラ71年、宇宙要塞ヤキンドゥーエを抑えて大量破壊兵器ジェネシスの発射を食い止める。データによると、要塞側面に位置する資源衛星から回り込むことになりそうだ。このどれもに前のディレクトリからポストディザスター時代の歴史データが入り込んでいると。ユノ、まとめお疲れ。やればできるじゃないですか、ユノ。何その上から目線。あなただんだんおかしくなってない？
ではミッション登録のためにその端末ハロにミッションデータを転送しよう。キーボードから入力してる。